5月13日です。はい。まあ、今日はどうしようかな。まあ、一応これ貼れるところ貼ってきます。クロスと、まあ、このあれですね。床の天井というかここのね、クロスとクロスを貼るところの石膏ボード。これをまあ打ち付けていこうと思います。なんで、まあまだ大きなクロスを貼っていきます。はい、どうも、イドロブです。だいぶご無沙汰になりましたね。まあ、というのも今、現時点では、水道の配管に悪戦苦闘してます。まあ、ツイッターなんかだと、まあそこら辺の写真ボツボツ上げてます。で、これは5月の真ん中ら辺ですね。でこれかなり倍速にしててわけわかりません。なんていうかっていうと、ちょっと動画の編集が間に合ってないんで、2日分を無理くり倍速にして上げてます。まあこれはですね、一番狭い客室を仕上げてますね。この時は、そうか。まだ漆喰塗ってなくて部屋の仕切りをやってた時代ですね。時代とか言って。まあこれ今やってるところは、後々クロス貼るんですけど、まあこのクロス貼りっていうのはこれまたすごい難しくて、まあそもそも石膏ボードの継ぎ目ですね、あれ絶対隙間空いてるんで、あそこ本来パテでも何でもいいから、絶対水平出さないと波打つんですよね、絶対。だからそこをどうにかしないといけないんですよ。でもそれをですね、パテって正直いらねえだろみたいな感じでやったら結構波打ちましたね。後々糊の塗りムラとか、そういうところで、あれが入っちゃうんですよ、空気が。まあ空気はあれって言ってたけど、まあそういうのがあって、まあ結構ひどかったですね。まあでもそれでも頑張ってやったら、なんとなく分かってはくるんですよね。で、なんで石膏ボードの枠組みですかね、その下地自体を、まず、垂直にちゃんとビス止めするっていうことですね。で、あとね、材の枠組みの材のねじれとか、そういうところですね。それを加味しなくてやったんで、結構きついっすね。はい。まあ次はちょっとこれ半端なんで、半端なところはちょっと半端に余ったやつで潰していきたいから、ちょっと先にこっち行きます。まあ、箇所はね、貼ってきたんで、まあ、これで貼ってきます。やっぱりこれ銀マットの銀の面を屋根の天井裏に向けてます。まあそれっていうのは特に理由はないけれども、キャンプのねテントで、まあどっちでもいいんだけどね、銀マットを銀を地面にしようがしまいがね、まあなんでしょうね。やっぱりその四角に布天井にするんで、まあ同じ白い面がいいなっていうのと、地表冷気をシャットダウンするのに銀マットを地面に向けるみたいな技術で、屋根の裏から入ってくる暖気冷気を、まあ屋根裏に押し戻すみたいなニュアンスで、銀マットの面を天井に向けてますね。糊がなくなったんで、まあ一応ここまでにして、糊がなくなったから、じゃあ悩ましいと思っていたこの天井に銀マットを貼りますか。はい、まあこんな感じになりましたね。まあとにかく貼っていきましょうか。やっぱりウールに近づくと、なんかね、ウールじゃなくてね、天井裏のホコリの匂いがまだするんで、やっぱりまだ落ちてはきているようですね。まあ、これで貼っていきましょうか。はい、まあ、ここからはですね、天井断熱に入っていきます。で、この建物の構造上ですね、まあ、天井裏の動画上げたっけな、覚えてない。ですね、天井裏、まあ、基本的に断熱っていうのは6つあって、屋根断熱、天井裏断熱、壁断熱、床断熱、内部断熱、外部断熱だったから、あと1個忘れたけど、まあ、それらが全体にもできない構造です。断熱材が1枚もありませんし、これ東北の物件ですけれども、もともとがその小屋なんですよ。
隣に製材所あって、そこの製材所の事務室なのか休憩所みたいな感じで最初作って、それに増設が重なってきたので、何も断熱とか気密性を上げるものは施されてないんで、まあマグロール天井に貼って、でマグロールの繊維が落ちてこないようにこれアルミシート貼ってますね。で天井裏がクソ暑くて、風通しがクソいいと、ということなので、であと釘がめちゃくちゃ出てるんですよ、天井裏。あと竿天井で脆いんで、まあ、ちょっとなって感じです。なのでもう室内断熱以外、室内断熱以上をやんなくていいっていう感じですね。まあ、これに最初から気づきたかったですね、本当。はい、今日は5月16日です。本来だったらもう客室も家の半分終わってるはずなんだけど、終わってません。はい、なので頑張ります。で今日でこっち側を終わらせようかなって思います。まあ、あとはちょっとステイン、オイルステインも濡れてなくて、まあ、あとここのクロス貼って、ここは終わりですね。はい、で今日は最大のミッション、二重窓作成です。まあ、ここを二重窓にして、あとはここも板を打ち付けて、そんな感じでやっていきます。はい、あとはここだな、まあ、ここはもうベニヤでペってやって終わりですね。あとはちょっと断熱材をシューッとやって、気密性上げて終わり、それぐらいかな。はい、まあ肝は今日はクロス張りですね。でやっていきましょう。18キロ増量しました。まあ1ケッパなんですよね、1980円 で5キロが1ニッパなんで、まあ18キロ買った方が全然お得っていうことに気づいたんで、これ買っちゃいましたね。まあまだまだ壁紙貼るところはあるので、まだそこをどうにか貼り切れればなって思います。はい、これはですね、クロスですね、クロスののり付けです。で本来シールっぽい、なんだっけな、貼り付けるだけのクロスあるんですけど、安さに引かれてそういうもの買っちゃったんで、クロスのりっていうのを、まあ、付けねばならないようになってます。でまあなんかコストパフォーマンスの観点から言わせてもらえれば、結局のところはこっちの方がコストパフォーマンスがいいという感じですね。クロスの安さに対してノリを塗ったとしても全然安くつくので、まあ、こっちおすすめですかね。めちゃくちゃ時間かかりますけど、はい、あとはノリムの塗りムラ、それがあるとこれまた輪をかけてめんどくさいですね。だからまあこれはこの人の趣味っていうか分かれますね。次から絶対やんないですけど、はい、はい、まあ頑張った、頑張りましたわ。はい、じゃあ一旦ここは終わりにして、じゃあ次行きますか。じゃあ次仕上げるのは、おっ、黒牛かな、グラム。あとここのベニヤかな、適当にね、ここは打っちゃえばいいや。うん、適当に打っちゃいます。はい、まあ、一応ここも貼ることにしています。でここが一番めちゃくちゃで、石膏ボード1枚貼ってないんですよ。石膏ボード代ケチってるんで。でまあその成果ですね、のりを貼る石膏ボードの面積があんまないんで、まあ、絶対どこかかんか浮くんですよ。まあそれはそれでいいやって感じです。ゆくゆくここ僕の部屋になるんで、一番手を抜いてます。ちょっと半分くらいで20分で終わっちゃったんだよね。やべ、最初の頃よりか半分成長してたんですけど、実は、このクロスに漆喰を実は塗ること可能だったわけですよ。だからちょっとエア抜いて、そこに漆喰バーって塗り固めることで、実はちょっとフォローもしてたりします。
よっぽど浮いてダメなところは、まあ、やってないんですけど、まあ、そういう無理くりなフォローが効くということをちょっと学習してしまい、まあ、なかなか面白い部屋にはなってますよ。まあ、ここはちょっとまだ現段階じゃやってないんですけど、でもまあクロスを失敗したからってそんなに悲観になる、悲観することってないと思うんですよね。まあ、もちろんそれクロス職人だったらブーブー文句言われても仕方ないんですよ。むしろ文句は言われるべきですけど、まあいいんじゃんって感じですね。で、あとこれクロスをノリで貼るタイプのものに関してはノリケチんない方がいいっすね。ノリケチると絶対にそのノリの塗りムラから空気が入って結局また浮いてくるんですよ。だからまあ1ミリとまではいかないですけど、まあ1ミリ全部ノリを塗るようなイメージでこうバーってやる方がいいですね。あと初期接着力のあるノリなんで、それはすごい助かりますね。あと、これ外から、なんか水が雨を打ちつけるところ、高いレールと、でかい戸車の、この窓の隙間からちょっと入ってきちゃったらしいんですよね。水が乾いた跡が結構あったんですよ。本当にここら辺はまあ、クレオパワーとってめちゃくちゃ分かんないんですよ。こんな感じです。なので、まあ、これをまず、ここに板を乗っけてみようかなっていう感じですね。まあ、それのためには、とりあえず多分端っこだよね。まあ、ここら辺に、ボンドかな、シリコンボンドでも流し込んで入ってこないようにしないとかな。まあ、そこら辺からやってみましょうかね。じゃまずはこれを、まあ、どうにかやっていきましょう。まあ、大体気はこの起点というか、まあ、これを、まあ、ちょっとここら辺を切っていこうかなって思います。起点からちょっと切っていこうかなって感じです。あと二重なびに関してはもともとあったこの障子のこのレール使おうと思います。でバラしちゃったんでもったいないのかしらって感じです。はい、っていう感じです。やっていきましょうか。はい、まあ自分の部屋がまだできてないんで、でまあこれ2日目ですね。まあため取りしたものをちょっと今雑に開放してる感じですね。まあまあこの時はまだ二重窓を張ってないんですけど、やっぱりこの天井断熱をいかにするかがこの物件のポイントですね。あと窓の立て付けの悪さですね。もうちょい気になってたんだね。まあ、こっちはバッチリだね。じゃあ OK。 もうちょいこれをこう切るって感じか。はい、まあ、若干おかしいが、まあ、入ったからよしとしますわ。あまり打つとこの板もろいから割れちゃうね。じゃあちょっと反対側に行こうかな。で隅が決まったからちょっとこれで一掃してみましょうか。はい、まとめて直線を引くために隅買ってきたんですけど、これ隅入ってないんだね。学習したわ。ここに隅を入れていくとこうやって出るんだね。失敗したね。隅買ってこなかったね。はい、学習したわ。素人が初めて家買って、まあ、素人が初めて DIY を、まあ、平屋一軒やるっていうことは無謀なんですが、まあ何も分かんないまんまやってるから、その道具の使い方が分からなくて道具に振り回されてる感じでやっぱり非効率ですね。まあ一発目だからしゃあないと思ってます。はい、まあこんな感じで、こんな感じのシェアハウスを作ってます。頑張ってます。では